さあ今日もまたやってきました。底辺 YouTuber スティーブブリンカールです。今日も一応ブービーズの忘年会フットサルがあるということで急遽参加することを決定しました。なんか話によるとグランパス元グランパスの、杉本啓太選手も来られるということなので一応お願いします。おはようございます。おはようございます。今日もお願いします。はい、美女と監督あ、これ受付じゃあ、YouTube に上げるのに金よこせよ。なん、どういうことですか。でも40人ぐらいしか見てないそう、大丈夫です今50人、やっと50人登録者数がいくっていう。今俺も見てあの、見てくださいよ。今日全員登録させるっていうのが僕のミッションなんですよ。今日参加者みんな最後見てじゃなくて、3人ぐらい言われたんですよ最後まで3人ぐらい最後まで見たって言われました。いるんですよ、あの山本くんとか。昨日マリモちゃんも最後まで見た最後まで見た人にお金入れた方がいい。そう、なんか最後まで見た人のなんか特権みたいな。あ、じゃあいただきます。お願いします。え、これ、ね、受付ここっすか。受付もらってます。磯くんが受付してます。おいくらでしたっけ。1500円です。1500円ですか。あ、1500円あったかな。それはあるよ。ちょ、すげえ1万円札しかないんですわ。いいよ大丈夫ですか。お釣りいらねえ、なんすかそのお釣りいらねえ、1万円札お釣りいらねえとか、そんなんやりかっこいいやん。YouTuber ありそうじゃん。YouTuber 寺田選手寺田さん出さない出さないそれ何の略なんすか。EMI EMI って何の略なんすか。EMI って何の略なんすか。ちょっと僕、あんまりピンとこなくてピンとこなくて考えろ。EMI何の略ですか。考えるわ面白いの考えるわ。EMI やりますか。やるか。なんかね、ちょっとね、ぽっこりしてる。まだ来てない方は見えますが、徐々に始めていきます。今回は毎月やってるブービーフットサルの、あ、すげえいいやつ。3回目で、まあ、12月なので大忘年会も含めてやらさせていただきます。うえっ、しょっ。で、ちょっとまあルールは後で、言うんですが、まずケントロ君、本日はお忙しい中しますね、お集まりいただきます。シワス使いたいやつ。シワスね、言いたいやつ。すみません、今日はあの元名古屋グランパスの杉本啓太さんにお越しいただきましたので、いや来ました。伊達店、名古屋の伊達店。喋るぐらいない。おはようございます。はじめましてなんですけども、急遽、緊急参戦ということで、ブービーズのフットサル大会に参戦していっぱい汗をかいて、その後の大忘年会でいっぱいビールを浴びようかなと。おー、はい、浴びましょう。浴びようかと思ってますので、全員で、楽しく怪我がないように、盛り上がっていけたらいいと思いますので、どうかよろしくお願いします。お願いします。B コートの1試合目です。そう、 B コートの1試合目なんですけど、これ僕一応なんかもうキャプテンとかやつがもうフットサルとかよくわかんないんだよ。もうなんかどうしよう。こっちを超えても一緒でしょ。いや、こういうゴッさん助けてくださいね。ちょっといろいろ僕なんかこういう時何にもしないと。いやそんな勘弁してください。僕も、ね、いきなりキャプテンとか言われたんですけど、本当全然そんな、だって言ってもコピー力とゴッさんしか知らないし、チーム。いや、女の子始め出した方がいいですかね、ゴッさん、これね。そうな、多分女の子ポイントとかあんの。そう。これ今日発言するより外で見たら面白そうだ。いや、僕はもう基本的に外、もう今日は試合しないって言って。始まったよ、始まったよ。もうみんな行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。行こう。いいよ。行こう。ガンガン行っていいよ。1点目、1点目取り行こう。1点目、走って、じゃあこれいけ、これいいよ、コピーよ、コピーよ、
いいよ、こっち来てるよ。あ、ごめんなさい。あれ、ミキ、ミキ、アシスト、名古屋の伊達でいる。おー、キヨさん、なんかよく見たら伊達店おるじゃないですか。伊達店、伊達店がいるから。そうだね、まあ、フットサル、確かにフットサル向きではないかもしれないっていう。あやかちゃん、あやかちゃん、ゴール前ね、ゴール前。あやかちゃん、いいよ、いいよ、いいよ、ゴール前、ゴール前、ゴール前よ。もう3点取り行こう、3点取り行こう。でも、もう触ればいいから、とにかく。大きな触ればいいから、もうアシストになるから、それで。いいよ、よしよし、よし、打て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 、オーケー、めっちゃいいシュート。ガトー、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 ターン。お、イタテンです。イタテン、イタテン。わー普通にやられた。イタテン。普通にやられた、これ。見とけよ。また出た。ぐるぐるバットも T シャツがぐるぐるだ。T シャツがぐるぐる。みんなで、ね、みんなで、ね、回数数えてね、毎回数。T シャツがぐるぐる。これこれ回ればいい。あ、もういい、もういい。見とけよ。よし、スタートで回る。もう一回やるの、もう一回、よーい、よーい、スタート。ちょっと、もうちゃんと、おでこにバットつけて、おでこにバットつけてね、そんな言ってた。かわいい。はい、いただきました。この点で、打ち上げ大忘年会を行います。イエス。大忘年会の受付は、10何時だ？17時45分からかな。で、今もらってる会費でワンドリンクと軽食ビュッフェかなと思います。はい、ビュッフェ。そんなつくんですか？で、頑張らせていただきました。安い。その後はキャッシュで、その後はキャッシュオンで払っていってください。はい、その都度ね、はい、安いよね。安い、めちゃくちゃ安い。だからちょっといっぱい飲んでてください。めちゃくちゃ安いやん。で、この後大忘年会でミニゲーム2つあります。え、何、まだやんの？大逆転が、大逆転、ぐるぐるバットある。ぐるぐるさん、ぐるぐるもういいよ。もういいよ。まずは、まずは、もうデモンストレーションやらないよ、もう。チームで、テーブル分かれて座っててください。で、初めてて大丈夫です。たくさん飲んでほしいので。その後、まあ、5時過ぎ、6時過ぎか。6時過ぎぐらいに乾杯やりますので、それまで、着替えたり、準備して、移動の方、お願いします。はい。はい、もう入れるんですか？もう入れるぐらいですか？5時45分ぐらいから入れる、入れる、了解です、はい、いいかな？いいっすか？
一回閉めるんですか。フットサルで帰られる方も見えるので一回ここで閉めます。で、すみません、ブービーフットサル、来月は、1月8日2週目の水曜日、毎月第1の水曜日にここで、夜8時から平日水曜日夜8時から2時間でやってます。ぜひ寒い時期少なくなるんで参加お願いします。はい、じゃあ、今日、石川マネージャー、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。エバッタです。なんかうちのチームが一番なんか強そうだったんですけど、いや最終的になんかあれなんかね誰も強い。でもまだ結果わかんないです。まだ結果わかんないですよ。なんかインターバルなく5分5分だったらきつかったなだから大会批判してる、大会批判してる。これ誰が決めたんですかこのルール。磯君がまあドベスだから毎回そうなんです。ブリフットサルなんで皆さん本当にぜひこれからも来年もよろしくお願いします。あと今日ケイタさん本当にスペシャルゲスト参加ありがとうございます。ありがとうございます。宴会もこのままですか。あ、もちろんケイタさん宴会、今日宴会メインですよね。この後メインなんですぐ行きます、ね、なんであのいろいろみんな楽しい話も聞けると思うんで、ぜひこの後、余裕の感情で忘年会楽しみましょう。じゃあどうしましょう、何発締めにします。一発じゃん、一発で一発締めしようか。一発締めね、得意なやつ、兄貴の得意なやつ。ずっと輪になってもらっていいですか、みんな。あの YouTuber いるんで、撮れたから、ね、底辺 YouTuber なんで。あ、いいですか、いいですか。これビクトリーロード歌わせてもらって。いいよ、いいよ。なんか直樹くんまとめてるみたいな、この画角。まあ、あの1年間本当に怪我なく、もう怪我したし、来年も楽しくフットサルやりましょう。じゃあ今日はとりあえずフットサル第1部お疲れ様でした。よーっ、ありがとうございます。ありがとうございます。